英雄の旅ヒーローズジャーニーより孤児、一番初め旅の出発は、幼子から始まるんですけど、はい、次の段階孤児の紹介を今日はしたいと思っております。はい、読んでて、はい、今回はもうなんかアドラーかみたいな、はい、アドラーを自己啓発の源流とするなら、はい、もう本当それっぽい、はいはい、孤児ザ・オーファンとありますね。孤児も幼子と同様転落を体験するが、その後の行動に違いがあると。幼子は辛い体験を踏み台にしてそれまで以上に努力を重ね、もっと強い信念を持とう、もっと完璧でいるようにして人から愛される人間になろう、もっと価値のある人間になろうみたいな、はい、若干ちょっとなんか無邪気な感じ、はい、そうすればいいんだよねみたいな感じがするんですけども、孤児の場合はそういう転落から人は自力で生きていくものだという本質的な真実が立証されたものと考えると、孤児という呼び名がぴったりなのは、自分の面倒を見るスキルも備わってないうちに親の庇護や生きる糧を取り上げられてしまった幼い子供だと。親に死なれた子供や文字通り遺棄された子供もいれば、親がいたとしてもネグレクトとか差別とか虐待みたいな被害に遭っている子供もいるだろう。はためにはほころびのない家庭で暮らしているのに、大切にされることも養ってもらうことも導いてもらうこともなく、精神的にも肉体的にも安全だと感じていない孤児はたくさんいますと。確かに、まあ、ここには書いてないんですけど、はい、兄弟が生まれて、はい、お兄ちゃんの出来が良かったから、はい、とか、まあ、妹の出来が良かったからとかで、私って見捨てられてるって、はい、思って生きている人もいるかもしれないなと思ってます、はい、勝手に孤児ポジション、はい、にいる人もいるかもなとは思ってます。孤児のアーキタイプが活性化し始めるのは、私たちのインナーチャイルドが見捨てられ裏切られむごい扱いを受けて無視されたとか幻滅させられたと感じるような体験をした時だと。例えば他には教師が不公平だったとか、遊び仲間にからかわれてハバにされたとか、友達が陰口を言ってたとか、ずっと一緒だと言ってくれた恋人が去ってしまったみたいな時にも感じるかもしれない。例えばその会社とかでも雇い主が、まあ、職業倫理に反する業務をさせようとしてくるとか、そんな時にも、まあ、そういうきっかけになるだろうと。例えばテレビのコマーシャルは信用できない、不正を働く警官や手っ取り早く儲けるために環境を破壊する実業者がいる、そして民主主義の社会にも他者よりも優遇される人々が存在するという事実があると。左の方に行きましたねすいません、はい、自分の中に、まあ、これはみんなのというか英雄すべての中にいます、はい、自分の中にいる孤児の存在を認めずにいると、孤児は世の中からはもちろん私たちからも見捨てられたままだと。残念なことに私たちが暮らす社会では傷を負った人や弱い立場の人々を受け入れる制度が完璧に整ってはいないと。私たちはいつどんな時でもはためは大丈夫っていうことになっているが、それはほとんどの人々が自分の弱さを隠し道に迷い、周りから裁かれるのを恐れてインナーチャイルドを傷つけていることに他ならない。しかしこの裁く側の人々にも自分の中に傷ついた子供がいるっていう皮肉な状況になっている。結果的にこのいつまでたってもこの孤児っていうのは傷を負った上に深い孤独に苛まれることになると。この孤児が目指すものというのは安全の回復ですと。恐れるものは搾取迫害、問題への対処は無力感とかシニカルな追従どうせダメなんだよねみたいな、はい、一歩諦めて追従することで守ってる、傷つかないように、傷つかないように、だって分かってたからみたいな、はいはい、分かってやってるんだよっていうことかなと思ってます。わ、うん、まあ、無力だってことじゃないですか。無力だって分かってる、うん、はい、なので、まあ、どうせ自分がやってもみたいな、はい、で課題は痛みと幻滅の十分な検証を行い、心を開き他人の助けを受け入れる、でそこから得られるギフトというのが自立心とか共感、
現実主義、まあ、現実が見られるようになるみたいなところですかね。で、孤児が生まれるまでというのがあるんですけど、人生には孤児を生み出すような体験が溢れており、世の中には他人より強く孤児を抱えてしまう人々がたくさんいますと。この孤児っていうのを抱えている人が多くなれば、それだけ孤児のアーキタイプが幼子のアーキタイプよりも優位に立つようになりますと。私たちがポジティブで安全な経験から無垢な心を手に入れるように、まあちっちゃい頃は、はい、生まれたばっかの頃は大事にされて、あ、安全なんだって思えるところから、私たちの中にいる孤児は痛ましい体験をきっかけに活性化しますと。例えばその子どもの頃の体験はすごい大きな影響力を持っているので、その現代ではアルコール依存症など問題を抱える家庭で育ったアダルトチルドレンを支援するグループがあるが、そうしたグループにたくさんの人々が参加しているという事実は、ほころびのない家庭の中で見捨てられた子どもたちがたくさんいるっていうことを物語っていますと。ただ私たちの中にいる幼子が自分の親には育児に専念する愛情深い援助者という理想像を演じてほしいってずっと願っていると、そう願う分だけ見捨てられる確率も高くなると、期待値が高くなると、はい、それをやってくれないっていうことで、そうやって見なすっていうことかなって、はい、理解しましたけど違ったらごめんなさい、はい、で、ただその親もただの人間だと、人間とは過ちを犯す生き物であり、私たち全員が傷を負っているように、私たちを育ててくれる親もそれぞれ旅の中で傷を負っていると、幸運に恵まれた者だけが傷を負っていることを認めて癒しのプロセスに取り掛かる方法を見つけた親に育てられた、なんていうことが書いてあります、はい、そう考えると私たちはみんなあるスペクトルの中にいることになりますと。つまり幸せを絵に描いたような家庭で育った人もいれば、おぞましい家庭で育った人もいて、その狭間にありとあらゆる家庭で育ったものが存在する。私たちの中にいる子供はそのどこかで親から見捨てられる。それが成長のプロセスだと。私たちは真実を探すために学校に通い、専門家の間でも意見の衝突があることに限ると。右と左で戦ってるが、まあ、上と下でも戦ってて、まあ完璧じゃないってことですよね。もともと赤ちゃんの時は、まあ親が完璧神だと思ってたのが、はい、親も過ちを犯すってことに気づいて、はい、そうすると見捨てられる部分はどうしてもどこかには出てくるよね、はい、その多い少ないはまあ家庭によってあるかもしれないけど、あるかもしれない、はい、もう 100% ありえないよねって、うん、それはまあ社会に出ても、はい、意見対立してるし、はい、こっち側につけばこっち側から見せられるわけだし、はい、こっち側につけばこっち側から見せられるわけだし、はい、みたいな話ですよね。我々はみんな孤児ですと孤児です。だから孤児の部分は絶対持ってるんだっていう、はい、で正義を求めて裁判所に行っても、はい、まあ、法の番人も公正ではない、はいはい、神ではない、はい、ある面から見れば、はい、公正って見えるかもしれないけど、はいはいはい、人は見かけ、話し方、出身地によって不当な差別を受けていますと。要するに私たちは人生は必ずしも公平ではなく、権力者は必ずしも正義の人ではなく、この世に絶対確実なものは存在しないことを学んでいると、うん、まあ、確かに、はい、でその意味では孤児っていうのは失望を味わった理想主義者であり、幻滅を感じている幼子ということになると、うん、孤児の一個前の幼子が、はい、清らかな心と勇気は必ず報われる、はい、まあ、ある意味神を信じてるわけですよね。純粋に信じているのに対しいや報われるとは限らない、はい、それどころか邪悪なものが成功を手に入れることさえある、はい、っていう認識を持ってる、はいはい、この辺は結構フラットですよね。フラットというか、まあ、ただ多分順序というか、まあ、幼子からこっちに来るわけですよね。来ます。そうじゃないってのに気づいてこっちに来るわけですよ。必ず通ります。はい、はい、でまあそれが成長の一つのダンクステップですよみたいな。はい、はい、ただこの孤児の部分のみに支配されてしまうと、はい、この世の中っていうのがひどく救いのない場所に思えてきます。はい、私たちは自分を救ってくれるはずの父親的なものに見捨てられ、はい、目の前に広がる世界っていうのは2種類の人間しかいない。つまり私のように犠牲者に
なる弱者と弱者と、弱者を無視するか食い物にしようとする強者しかいないこの世界は、はいはい、っていう見え方になってくる、はい、孤児の人生を体験したかったから誰も来てくれないと知りながらベビーベッドで泣き続ける赤ん坊を想像してみるといいと、はい、強く持った支配された人生を体験したいんだったらただベビーベッドで泣いてる赤ん坊、はい、泣いても誰も来ないって話ですよね、はいはい、涙はそのうち枯れるだろうが、はい、痛みと孤独は胸に染みついて消えることはないと、はい、なるほど。幼子であるアダムとイブがエデンの園から追放された時、二人は神に対し困難にあっても信念と忍耐を忘れなければ罪は贖われると約束した。同様の罪を犯した聖書の登場人物カイン、イシュマル、リリス、ルシファーは追放された挙句に孤児となった。彼らを待っていたのはエデンや祖国、天国そのものから永遠に締め出されるという運命だったと。先ほどルシファーを挙げましたが、孤児たちはこの亡命者のままカインやさすらいのユダヤ人、このさすらいのユダヤ人っていうのはキリストが刑場に引かれている時に何もせずに笑っていたとして、それを罰として流浪する運命を定められたユダヤ人とあります。ちょっと宗教的にはいろいろ問題あるかもしれません、はい、まあ、書いてある通り読みましたのように、この安住の地が見つからないまま世界中をさまようのかもしれないと。さもなければルシファーのように自分が置かれた状況に絶望するあまり反逆者となって自分を拒絶した権力そのものに背を向けることもあるだろうと。でこの20世紀になり神は死んだというのが公然と口にされるようになると、この孤児のポジション、アーキタイプか、はい、は、哲学の世界で主要な地位を占めるようになったと。アルベール・カミュがシシューポスの神話でそうしたように、実存主義者は現実生活の本質的な不合理さを神の死とその死に伴って人生そのものの意義が失われたことに端を発するものとみなしています。神はこう問いかけました。人生そのものの意義も体験できず、希望に満ちた楽観的な感情という利益、そういった利益も享受しない状態で、なぜ人は生きるんだろうか。自ら命を絶ってしまえばいいのではないか。またその神は反抗的人間を発表する頃には、そういった不合理さにも一種の意義があることを認めているが、それは抑圧され犠牲にされて生きてきた世界中の孤児たちが団結することによって生まれるものだと考え、この孤児たちの団結している人たちが彼らが皆救われなければ、そのある一人が優遇されるっていう救いに何の意味があるのかと訴えたと。そしてこの反逆者たちは楽園や特別なものに対する希望を捨て、この希望を捨てるからこそ不死、まあ、不死が意味するものは多分いろいろあると思うんですけど、不死という幻想も一緒に捨てなくてはならないと。それは生きることと死ぬことを学び、人間であるために神となるっていうことを拒絶するんだと。これは人生は無意味だっていう感覚への反応として死を選ぶ可能性もあるという自殺問題についてのカミュなりの解決法だと。無邪気な心で楽園を望んだり、永遠の命に憧れたり、親代わりの神様の存在を信じるのをやめ、何らかの方法で人類全体を思いをやるようになると、そこから私たちの成長が始まる。私たちが全員死という運命を背負い、傷を負い、互いの助けを必要としているということに気づくだろうと。まあ、若干現実的に、何でしょう、はい、誰も救われないじゃなくて、はい、立ち上がり方みたいなのを学ぶのかなと。はい、学ぶというか、学ぶと立ち上がれるんじゃないですか。次のステップじゃないですか。学んだらっていうことですね。はい、そのようです。はい、神は死んだっていいですよね。いいとは、神が人の形をしているのであれば、はい、まあ、人間がそうやってできたのであれば、私たちの形に近いものとして人間を作った、はい、
神は同じ形をしている、はい、っていうところから、はい、神は不完全だって、はい、ニーチェは思ったらしいんですよ、はい、素敵だなって思いましたよね。分かんないです。あ、なんか、あ、思ってもいいんだって。あ、僕はなんて言うんだろう、基本幼子ですから、はい、神を信じてる、信じてる、はい、けどだから神なんか存在しないって話ですよね。そんな不完全なものが神であるはずがない。あ、不完全なものを作ったっていうこと？今の例えでいくと、はい、自分に似せて人を作った、はい、つまりお前もあ、そうって話ですよね。そうそう、そういうこと、そういうこと。だとしたらそもそも神なんて存在しないんじゃないかみたいな、っていうのにの気づきってすごいですね、はい、なんかちょっとニヤニヤしちゃったんですよ。あ、はい、疑ってもいいんだって、はい、っていうこの孤児のフェーズ、はい、はやっぱり必要なんだなとは思います。ま、思いますってか、持っててほしいなと思います。はい、はい、まあ、そこが成長ってことですよね。成長ってことですね。幼子は神を信じてるって話じゃないですか。安全を与えてくれるものですねっていう絶対的なものが、絶対的なもの、まあ、神じゃないかもしれないですけど、はい、まあ、親なのか社会なのか、はい、絶対誰かが守ってくれるみたいなのを信じてる、はい、信じてますから、それに従えばいいみたいなところですよね、はい、だけどこの上にいる人たちが神じゃないって話ですよね。完璧ではない、ただの人間だと、まあ、確かに、まあ大人になると、はい、大人は全然不完全っていうのは、大人は、はい、あ、僕子供の頃結構大人はみんな何でもできるって、はいはいはい、何でも解決できる人たちって見てたので、はいはい、なのでそこでこう独立しなきゃいけない、自分がしっかりしなきゃいけないみたいなとこですよね、はい、みたいなフェーズに入っていくわけですよ、ね、入っていくわけです、はい、頼れない、あの人たちは頼れない、はい、